曲やろうって言われた瞬間に、ここ10年くらいでもう一番話題になるような曲になるだろうなとか、うんうんうん、なんかこういろんなことが一瞬でこう見えて、うんうん、やらなきゃいけないなっていう気持ちと、うん、まあまあちょっと実際って話した。あ、話したんですか？はい、もちろん話して、うんうん、これはますますしっかりかまさなきゃいけないなっていうのを感じましたね。うん、マッチョが先に撮ってバース送ってきて、で結構このいついつまでに送りますっていう期日よりはだいぶ遅れてやってきたんですね。だから相当時間かけてたんだろうなっていうのは思いました。うんうんうん、それで聞いて思ったのは、そのセルフボースティングって言えばいいんですか、自分が一番である的なラップでいうところのセルフボースティングと二人の関係性のことを歌ってるバランスがすごくいいなと思ったんですよ、はい、なんかシンプルなすいませんでしたみたいな、そういうことでもないし、うんうんうん、だからそこは自分もしっかりかまさなきゃいけないなっていうのは感じましたね、うん、でプレイヤーズプレイヤーっていう言葉があって、サッカー用語でプレイヤーズプレイヤーって言ったら MVP っていうのは世間一般が決めるこの人がベストだっていう感じ、うん、プレイヤーズプレイヤーって賞があって、それは全選手が、はい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 、全選手の中で実際に体ぶつけ合って削り合ってる人たちが選ぶあいつベスト、うん、それがプレイヤーズプレイヤーっていうものなんですよ、うん、それで言うと俺は歌詞でも言ってるけど、俺はマッチョこそ本当プレイヤーズプレイヤーっていうか、うん、ラッパー同じこうビートに乗るってなったら相当心してかかれないと食われる、うん、うん、だけど俺は絶対に MVP でプレイヤーズプレイヤーの自信があったから、世の中のみんなも認めるし、ラッパーもあいつ一緒にやったらやべえと思わせる自信があったから、そこはしっかり出していこうっていうのは思ってましたからね。この曲って最初にまずマッチョ君がラップするんですよ。でこれがもう割ととんでもないレベルのラップなんですね、うん、あの人によってはキモいっていう、そういう感じの、それちょっと本当にイレギュラーなフローですね、本当に。それに対してじゃあクレバ君がどう次に返してくるのかっていうのはやっぱり聞き手としては楽しみなんですよ、うん、アクロバティックなラップだと思うんですマッチョの。そこにやっぱ正統派で勝負挑んで勝ちに行くっていうか、うん、そんな感じですかね。いやこの曲ね、ほんといろんなこと聞かれるんで、なんか自分で話してる動画撮ろうかなと思ってるんで、うん、なんかいつか公開するんで楽しみにしててください。